だいたい10センチピンチで動き。だわ。あとはそれでこう動かしたら種が落ちて。もう種が落ちて、これ動かしたらもうそのまま落ちたらザザザザザザといきますよ。あ、なるほど。これだけで。もう落ちただけでいいです。落ちただけでこれ駆動もできるし、で深さの調整がこれで、あの掘る深さの調整ができて、これでね。でこれでこの強さで土をかける調整ができる。基本ナバナナだったらこれくらいで、で強いあの大きい種とかうんと駆動したいやつは、あ、大きいがもいけるがですね。あ、大きいがはあの穴を変えないかんけどね。あ、で大きいやつは深さも来ないといかんき。7個の方がいいな。え、大ちゃん何なの？僕はね、なんか名前知らなかったの黄色いやつで、20センチか40センチしかウニハウ。